データを見るとやはり日本はすごい国です。お疲れ様です。パーソナリティの出雲です。さて本日のテーマは、日本はとんでもなくすごい国だ、統計データを見て震えたよをお送りします。データで見ると日本のものすごさがわかる。韓国のネット掲示板に様々な統計を見てみたら、日本の底力は圧倒的だったというスレッドが立ちました。そのスレ主の意見と日韓の人々の声をご紹介します。日本はやはり冷静に見るとすごい国だ。21個のデータをもとに日本の凄さを語ろう。1、日本の GDP は世界3位、購買力基準 GDP は4位である。2、東京は世界で最大の都市である。東京の経済力は韓国を凌駕してフランスと似ている。3、世界で最も住みやすい都市ランキングトップ10に3位の大阪、7位の東京が入っている。4、ミシュランの星がついたレストランが最も多い都市はパリではなく東京だ。5、東京は1700年頃江戸という名前だった。人口が100万人で当時からすでに世界最大の都市だった。6、21世紀に入ってノーベル賞を最も多く受けた国はアメリカに続いて日本が2位である。7、日本は世界1位の特許出願国である。8、建築のノーベル賞と言われるフリッツク賞を最も多く受けた国は日本とアメリカである。9、1930年代世界の三大海軍国はアメリカ、イギリス、日本であった。10、日露戦争は日本が近代化してわずか40年で世界最大の陸軍国に勝った戦争だった。11、日本の国会議員の一人当たりの財産は韓国の国会議員より少ない。12、日本はここ何十年も最長寿国の一つである。13、日本は世界1位の債権国である。14、日本人の高度な文章を解読する力は世界1位である。漢字とカタカナを混用したおかげだ。15、日本人の新聞購読率は大国の中で1位である。まだ超有感がある。16、文禄、慶長の役の時に韓国に上陸した日本軍は世界で最も性能のいい火縄銃を持っていた。17、世界最大の木造建物は8世紀に建てられた国の東大寺である。そして最古は法隆寺。18、世界最大のメーカーはトヨタである。19、日本は鎌倉幕府から明治維新までの約800年間、最も長く武士が統治した国である。20、ホテルの支配人が選んだ人気トップ旅行者は圧倒的に日本人。21、製品の信頼性も日本製が1位である。こういう統計や日本に対する評価を見て、その凄さに震えたよ。一体なんてすごい国なんだ。この主張には多くの韓国の人々からコメントがありました。韓国の反応。我々の周辺国は経済力世界2位の中国、3位の日本なんだよね。小さな国の中で無条件愛国主義志向をするのはこの世で一番の贅沢だな。18世紀半ばに日本の将軍即位のお祝いに通信使として行った新伊関の日本旅行記を見るとこのようなのが出てくる。日本は道路整備がきちんとしており、田畑は正方形、土地は肥え、市場には物が、家には米が溢れており、人々は絹の服を着ていた。我々がこれまで習っていた日本に対する歴史観が粉々に壊れる瞬間に他ならない。日露戦争の勝利はただロシアの主力がアジアにいなかったためである。日本人はロシアの主力がいない残存勢力に不意打ちして勝ったのだ。日本は政治家が幕府時代のように世襲する、自堕落に劣化していく構造だ。まあ今は世襲ではない我が国の方が大変だが、認めるべきところは認めなければならない。日本は確かにすごい。ミシュランで認められた国が多いのは羨ましい。俺が日本人だったら毎日そうしたところへ行くのに。俺も日本から学ぶべきことは学ばなければならない。ただこのような立場を持っている日本が21世紀の国家なのに、王が政治にある程度権力を持ち国民も王に従うのを見ると理解できない。
イギリスも含む。他の言葉はわからないが、ゲーム、アニメ、キャラクターのレベルの高さは超えられない壁だ。周辺国の中で唯一同じ自由民主主義国なので、無条件親しくしなければならない。敵にしたらそのまま孤立することになる。日本の人々からも多くの声が集まりました。日本の反応、定期的に出てくる日本称賛すれ、統計ってより主観も結構入っている印象だな。まあ日本も主観混じりでもある程度客観的に見ると称賛になってしまうのは仕方ない。世界一位の特許出願国なんだね。こういうのを見るとやはり技術大国なんだと実感するよ。日露戦争に関しては宣戦布告をしているのだから不意打ちではない。しかもロシアは出せる艦隊はほぼ総動員だったよ。コサック師団も当時世界最強と言われていたよね。住みやすい都市ランキングは大阪の方が上なの？こないだ他では東京が世界一って見たけど、まあどちらにせよ日本は住みやすいってことだ。韓国人は日本は世襲がダメとか言ってるけど、財閥解体できてない財閥一族に憧れてるよね。ゼロ成長でも日本の経済規模は世界第3位。成熟した経済が2桁成長するのは無理がある。そこを理解しておいてほしいな。新聞購読率が大国の中で1位というのは微妙。今は新聞だけがメディアじゃないからね。日本はアジアのために戦ったわけじゃない。周りのアジア諸国が欧米のカモになってたから、放っておくと四面楚歌になってやばい状況だったから。だったら俺らが支配して本土の防波堤にしてやろう。ついでに旨味を吸おうとしてっただけ。日本だけ世界唯一の聖人君子みたいに言うのは論理的じゃない。当時は基本的にみんな損得に従順に行動してただけ。出稼ぎしないと稼げない時点でどちらの文化の影響力がでかいのかは一目瞭然。日本は海外に出なくても稼げる。日本語は表意文字と表音文字を組み合わせているからこそ読解力が高くなっている。木造の最大と最古が日本にあるのか。そう考えるとすごい国だ。最長寿国ってのは嬉しいよね。よく海外の健康法とか紹介されるけど、結局日本の文化を守っていた方が長寿になれるんじゃないかと思ってるよ。日本は課題を解決してさらなる成長を。今回の主張を見ると確かに現在の日本は恵まれた国なんだと思います。ありがたいことですね。ただ勝って兜の尾を締めよではありませんが、今日本が抱えている問題も見ておきましょう。まずは少子高齢化が問題。人口減、労働人口減はそのまま国力の衰退に直結します。なんとか回復していきたい問題です。次に高機能インフラの維持問題。日本の道路や電気、ガス、水道などは世界的に見ても非常に優れています。しかしだからこそメンテナンスに時間や費用もかかります。今後の人口減によりそれらを維持していくことができなくなる可能性があります。三つ目に年金や医療費などの社会保障問題。これも少子高齢化が進むことによって税収が減少し負担が大きくなっていくと破綻してしまう可能性があります。他にも工業力の衰退問題や巨額の赤字国債発行など日本の問題は多くあります。こうした問題の根本はやはり最初に挙げた少子高齢化によるものが大きいでしょう。これを解決するには少子高齢化を克服したフランスの事例が参考になるかもしれません。フランスは約1世紀にわたり少子化問題に取り組みました。出産育児に関わる問題を一つずつ解決していきました。フランスの社会制度は子供を産めば産むほど有利なシステムになっていったのです。その結果1994年には出生率が 1.66 だったのが2005年には 2.0 まで回復しています。他にも北欧の国々など少子高齢化を克服した事例も多くあります。こうした事例を見ていくと日本もまだ間に合うはずです。ぜひ将来の日本のために具体的な対策を推し進めてもらいたいですね。あなたは今回ご紹介したような日本のデータを見てどう思いますか？コメント欄に意見や感想をぜひお寄せください。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。